はい、今回紹介するのはですね、アバーメリアさんから出ていますライブストリーマー311をご紹介していきます。こちらね、配信キットとなっていまして、これからね、ゲームとかインターネットを通して、ライブ配信をしたいなという方にですね、おすすめの、配信キットとなっております。特にね、ゲーム機、最近のプレイステーション4であったりとか、HDMI 出力ができるゲーム機があるのであれば、ゲーム機とパソコン、この2つがあればですね、この配信セットを買うことによって、簡単に配信することができるようになっております。またね、このアバーメディアさんですね、この専用のこのハードだけではなくてですね、これらを使用するソフトウェアもですね、無償で提供しておりますのでね、簡単に、非常にですね、本当に簡単にですね、ライブ配信が、ゲーム配信がね、できる機器となっておりますので、初めての方にはおすすめですし、もちろんですね、今もうすでにやっておられる方っていう方もですね、それぞれ単体で購入するよりも、この配信キット、非常にね、セットでお得になっておりますので、揃える追加で、もう一台とかね、いうのであればですね、検討してみる余地があるかなっていう内容になっておりますのでね、紹介していきたいというふうに思います。この動画でですね、このアバーメディアさんのライブストリーマー311のセット内容ですね、と概要について紹介しています。配信方法等についてはですね、別動画で紹介しておりますのでね、配信方法とか気になる方は別動画見ていただけるとありがたいかなというふうに思います。配信のね、セットアップ方法等がですね、作成して、アップロードしましたらですね、概要欄の方にですね、記載しておきますのでね、リンク等を見ていただけるといいかなというふうに思います。はい、それではですね、まずですね、セット内容についてなんですけど、この311、ライブストリーマー311のセットですけど、大きく3つの構成に分かれております。まず1つ目がですね、ゲームの配信ではなく欠かすことのできない、HDMI キャプチャー、ゲームキャプチャーですね、と言われているものっていうのと、2つ目が、実況者の音声ですね、ゲームしてる時の音声、声なんかね、収録するためのマイクですね。それともう一つがですね、実況者の顔とか、あと操作している様子なんかをですね、撮影するためのウェブカメラというね、この3つのセットとなっております。はい、先ほども申し上げましたけどもね、ゲーム機と PC があれば、この3点があればですね、すぐにでも配信することができるというセットになっていますのでね。ちなみに HDMI キャプチャーがですね、GC311、USB マイクが AM310、 ウェブカメラがPW313 という商品になります。それぞれですね、単体でも販売しておりますけれども、セットで買う方がね、かなりお得となっておりますのでね、これから始めるという方はですね、多分1万円ぐらいかね、お安くなっていると思いますので、おすすめとなっております。ではね、それぞれね、実際に商品を見ながらですね、その商品の特徴について、紹介していきたいというふうに思います。まずはね、ライブ配信に欠かすことができないゲームの映像をキャプチャーする HDMI キャプチャー、こちらですね、GC311 ですね、こちらについて紹介していきたいと思います。通称がね、ライブゲーバーミニというものになっておりまして、実はですね、これすで、に上位のモデルが出ていますけれども、一般的に使用するのであればね、この GC311 ライブゲーバーミニでも十分かと思います。特徴ですけれども4ポーツね、4つありまして、1つがですね、最大 1080p30fps のね、映像をキャプチャーすることが可能ですね。で、HDMI の入力だけではなくて出力もありまして、こちらパススルーとなっておりますので、遅延なし、ほぼなしですね。で、映像を見ながらゲームすることも可能であります。で、接続がですね、パソコンの方には USB2.0 で接続することができるので、わりかしね、古いパソコンでも動作することが可能となっております。最後、言わずもがなですけれども、コンパクトですね。非常にね、このコンパクトになっています。ほとんどね、 HDMI 入力と出力と、USB のみとなっていますので、かなり小さくなっております。コンパクトっていうのは非常にいいかなというところでございます。はい、一応ね、この、最大ね、1080p の60フレーム、フル HD の解像度の映像ですけれどもね、
60フレームって何っていうところなんですけれども、60fps ですね。こちらね、1秒間に60コマの映像を取り込むことができるというふうになっておりまして、まあ、最近ね、このゲームなんですけれども、4K とかね、ありますけれども、まだまだ主流はフルハイビジョン、1080p でございますのでね、普通のね、ゲームをする、よほどね、解像度 4K とかね、上位のね、ものにこだわりがなければ、これでこと足りる部分になっております。はい。ちなみにこの上の機種 GC553 というものがですね、ライブゲーマーウルトラというふうになっておりまして、 4K の動画でね、録画をすること、キャプチャーすることができるというふうになっております。お値段も少し上がっておりますけれどもね、まあ、エントリーとしてね、ゲーム始めるんであればですね、いきなり 4K、 これ配信するときにもですね、 4K となってくると、インターネットの通信とかもね、結構負担になりますので、まあ、実質このフルハイがね、今は主流かなというふうに思います。はい、またね、この上のモデルに関してはですね、この USB が 3.0 が必須となっていたりしますのでね、要求条件もかなり上がってきますのでね、一般的に使用するのはこちらがいいかなというふうに思います。はい、続いてマイクですね。こちら非常に大きいですけれども、USB マイクとなっております。直接ね、 USB ケーブル、こちらですね、なっております。こちらも USB 2.0 でね、接続するものとなっているんですけれども、ポイントとしてはですね、USB 接続のマイクであるということ、あとコンデンサーマイクであるということと、ボリュームコントロール&ヘッドホン付きというふうになっております。はい、まず1つそれぞれね、紹介していくと、 USB 接続なんですけれども、よくね、マイクなんかはですね、3.5 であったりとかのラインとかの接続でミキサー等をね、で、パソコンに取り込むっていうことがね、昔は多かったんですけれども、こちらはね、もう直接 USB で接続することで、ミキサーいらずでね、取り込むことが可能となっております。なのでね、最初に配信するとなってくると、音環境でね、ミキサーのコントロールとか機材とか揃えるとなかなか大変でございますし、知識もいりますが、この USB で接続することでね、気軽にマイクとして使えるというところです。で、続いてコンデンサーマイクなんですけど、このコンデンサーマイク、まあ、マイクにもいろいろ種類があるんですけれどもね、非常に高音質でね、取りたい音をね、しっかりと取ることができるものとなっております。特にね、ボーカルマイクなんかではね、このコンデンサーマイクというのを多く使われていますので、非常にいいかなというふうに思います。留意点としてはね、このコンデンサーマイク、こちらのモデルに関してなんですけれども、指向性といいまして、前方の音しか取らないというふうになっておりますのでね、マイクの前で喋る必要があるというふうになっておりますね。はい。まあ、その分ですね、不要な音を取らないというふうになっておりますのでね、いいかなというふうに思います。で、続いて、最後のね、3点目のボリュームコントロールとヘッドホン付きなんですね。手前の方にですね、ボリュームコントロールついています。なのでね、まあ、押すとミュートすることもできるということで、パソコン側でね、操作しなくても、こちらでね、マイクの操作もね、できるというふうになっておりますのでね、いいかなというふうに思います。で、裏面には 3.5mm のラインアウトですね、ヘッドホン端子がついていてて、音声のマイクのモニターと PC の音を取るっていうふうにね、分けて使用することができますので、こちらもですね、録音しながらですね、例えばね、ゲームの時に当然実況として使う時も OK ですけれども、ゲームの映像を後で編集しながらですね、解説する時なんかにはですね、自分の声がどういうふうに入っているかっていうのをモニターなんかでね、チェックすることができるのでね、非常にいいかなというふうに思います。セット内としてはスタンドとマイクと USB ケーブル、あと説明書がついてくる感じでございますね。はい、3点目最後のセットですね、USB、カメラとなっております。まあ、こちらね、使用する市内はあるんですけれども、一応ね、実況者の顔表情であったりとか、またね、操作している手元の映像なんかでよく使われている USB カメラのこちらのモデルはですね、PW313 というモデルになっています。特徴としてはですね、3点、フルハイビジョン、30フレーム200万画素、プライバシーシャッター付き、4分の1ネジ付きというふうになっております。それぞれ解説していきますと、1番目のね、フルハイビジョン、
で30フレームということで、まあ、あのそこそこかなりいい解像度で撮れるというところですね。2点目のプライバシーシャッターですね、まあ、ですね、あの配信していない時とかですね、あの自分が意図しない時に配信している時もあったりしてしまいます。そういった時に、ね、このこちらですね、物理的にカバーをすることで、あの映像が、ね、流れないようになっておりますのでね、こういったところも安心して、使用できるかなというふうに思います。最後4分の1のネジ穴なんですけども、こちら底面にですね、4分のネジ穴、よくねカメラとかで使われている三脚なんかのネジ穴が搭載されています。一般的にこういったウェブカメラはですね、このそちらのね挟むところでモニターの裏側に挟んだりするんですけれども、4分のネジ穴位置のねネジ穴があることで、なのでね、こういった三脚であったりとか、またねこういったこれラポットっていうんですかね、多脚のやつですね、こういったものでね、4分の1ネジ穴使って、いろんなところに固定することが可能というふうに言っておりますね。よいしょ。なので、自由な角度で、設定することができるので、より、ね、使いやすくなるかと思います。特に手元カメラなんかする場合はですね、真下に向けないといけなかったりする場合があります、ね。なので、こういった、ね、3分のネジ1のネジ穴があることで、いろんなところで使いやすくなっているモデルとなっています。はい、駆け足になりましたけれどもね、あの瀬戸内容の紹介としては以上です。この後ですね、別動画にはなりますけどね、セットアップ方法等ですね、紹介していきたいというふうに思います。